はい、おはようございます。カッパパです。今ね、6時50分ですね。ここは三峠山の登山口にいます。ちょうどね、目の前が公衆トイレになってまして、で昨日の夜ね、まあ、ここ着いた時は、まあ、だいぶ車はなかったんですけど、もうほんの 2,3 時間でね、まあ、こんな風になっちゃいました。さすが人気の山ですね。そういうことで今日は三峠山を登ります。この道ですね。こうね。この道はジープっていうかジムニーみたいな四駆が、あの山頂にある小屋近くまで登ってくみたいですね。だから確かにね、これはまあひび割れてるけど、まあ舗装された跡があるし。すごいね、山頂まで車で行けるんだね。まあ、ある意味高尾山チックな山なんですかね。いやー、それにしてもね、めちゃくちゃ寒いよ。もう仕方ねえんだけどさ、この季節は。なんか年によってはね、もう11月の半ばでもこの辺白くなることがあるということなんで、まあ今日は比較的登りやすいんですかね。全国にさ、あの孤高のブナの木とかね、根性の大根とか、まあいろんなのがあるんだけど、このガードレールは本当に根性のガードレールだろうね。まあ一応こう車通りますからね、必要なんでしょうけど、すごいね、これ好きだよ。はい、ベンチ。出た天国をね、チュンチュンチュン。もうすぐ山頂だと思うんですけど、道がね、二手に分かれてます。左がね、四季楽園富士見荘かな、で右が三峠の山頂だと思うんですよね。まあ、どっち行っても行けるっていうふうに地図で書いてありますんで、まあ、右の方行こうと思います。峠山荘、
峠山荘です。山荘すごいね、こんな山の上に。あ、このジープで登ってたんだ。すごいね。年賀状パターン。いやーすごいね、風景でした。びっくりした。いいとこだね、ここは。ちょっとね、株山が今展望地に向かってるんで、僕もちょっと行ってみたいと思います。三ツ峠山荘のちょっと上の、まあ、丘というか開けたところですけど、ここずっとね、まあ素晴らしいの一言なんですけど、多分あの山が開運山かなね。宇都宮の羽黒山みたいにアンテナがボコボコ立ってますけど、でこの下にね見えるのが色楽園で、あの山が多分御巣鷹山ですかね。あそこもすごいね、アンテナがびっしりだね。まあはっきり言ってこの2つだけ見るとね、筑波山みたいな感じなんだけど、いやー、ここはどっから見ても富士山がビッグだな。8時54分。はい、開運山の山頂だいぶ混んできたんで、こちらですね、御巣鷹山。アンテナがねボコボコ立ってた。なんかなんとなく見えますけど、その御巣鷹山に向かってきます。
はい、あれが御巣鷹山の山頂ですね。こういうアンテナだな。海運団との分岐をね、右に行って出発地に戻りたいと思います。お腹減っちゃったんでね、絶景で絶景を見ながら、なんか食べます。腹減って動けないよ、もう。三ツ峠山荘を下って、登山口に戻りたいと思います。うわ、すげえな、これ出れれんじゃねえか、これ駐車場に戻ってきました。なんかね、すごく景色良くてね、最高の山登りでしたね。お疲れした。お疲れした。夜来たからさ、分かんなかったけど、最高の紅葉の下に車止めてたんだね。はい、そういうことでございまして、三ツ峠山。いやー、良かったですね。良かったっていうのは、まあ、登って良かったもあるんだけど、富士山がね、まあ、綺麗に見えて。で、この山はね、本当に富士山見えないと、まあ、魅力が半減しちゃうと思うんですけど、まあ、その点今日は、まあ、晴天にも恵まれまして、また雲もねないし、あと風もそんなないしね、まあ、最高の山旅になりました。はい、今日もね動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カパパでした。